こんにちは。青山学院大学国際政治経済学部国際経済学科4年、今年度主将を務めています宮坂大輝です。青山学院大学教育人間学部教育人間学科4年副将横田俊吾です。あれは、生まれつき先天的な、自分でも何回も直そうとしました。何回も直そうとしたんですけど、結局戻ってくるのはあの形なので、僕の一番走りやすいもので、中学校の時は、ちょっと横振りのかかと設置の走り方だったんですけど、スピードで勝負できないということで、高校の時から腕は縦振りの設置はつま先の今の形で、それからやばいやつです。関東インカレ2部ハーフマラソン5着、レース振り返っていかがですか？もう終始きつかったです。やっぱハーフマラソンは3人箱根駅伝出れなかった3人なので、何としてでもここでアピールしてやろうという3人だったので、全員入賞できて、まあ、一安心というか、チームとしても少し上のレベルに行ったかなというふうには感じています。初日からやっぱ岸本がいい走りしてくれて、流れは、来てたので、まあ、僕たちの中で、絶対に外せないぞというムードがやっぱチームの中にあったかなというふうには、いい緊張感の中で走れたかなというふうには思います。主将としてこうチームを引っ張るということにプラスして、まあ、個人でも成績を出さなければいけない、そのこう両立っていうのにどういうふうにこう向き合ってきましたか？そうですね、まあ主将としてはあまりめちゃくちゃ頑張るっていう意識でやるほど苦じゃないというか、それ以前にその後輩とか同期みんなしっかりしているので、自分が言わなくてももうすでに結構できてることは多くて、まあ、これ以上良くするためにどうしていこうっていう、まあ、そっちの方が多分、まあ、このチームは多いと思うので、まあ、主将としては正直、まあ、そのプレッシャーとかあんまり感じてることはなくて、どっちかというとその個人の結果を出すことが、まあ、ラストイヤー僕が一番欠けているところで、まあ、駅伝シーズンだけを見据えて自分はもう今からトレーニングをしっかり積んでるので、まあ、夏合宿にしっかり入っていって走り込んで、まあ、駅伝シーズンに結果を出せるように、今頑張っているところです。もう仲がいいことが一番だと僕は思います。そうだよね、やっぱ岸本が1年の時こうバーンって出てくれて、2年の時からゆいと近藤が出てきてくれて、で3年目は本当近藤が出てきてくれて、4年目はみんなでバーン行きたいなっていう、まあ、切磋琢磨してできてるんですよね。普段仲良くて、まあ、練習の時は意識高くやって、まあ、その中でやっぱ結果を出すやつが出てきて、まあ、それに負けじと食らいついてってっていうのが、まあ、どんどん4年目になるにつれてどんどんその水準が高くなってるのが強くなれてる秘訣っていうか要因だと思います。あいつ言っとく、あいつで見えてますね、あいつあいつしとく？名前なんだっけ？山本とか佐藤だよ。あ、佐藤か。ホテハマです。あ、ホテハマらしいですけど、はい。ホテハマは本当あれです。タイムが早いにもかかわらず、こうマネージャーに自分たちの代で行ってくれたので、まあ、あいつのためではないんですけど、頑張りたいと思います。普段の生活練習とかを改善するために、その事務的な仕事とかをやってくれてるので感謝してます。本当に、この代はタイム持ちタイムも良くて、強い選手いっぱいいて、それでもやっぱ箱根に出場できない選手が多数います、まあ、その中で切磋琢磨して、こう一日一日大切に、ラスト1年頑張ってきているので、いい形で終われるように
これからも練習頑張っていきたいと思いますし、やっぱ感謝の気持ちを応援してくれている方々に走りで見せたいなというふうに思っているので、これからも応援よろしくお願いします。自分は主将なので、もちろん個人まだ駅伝未出走ということで、自分が出たいという気持ちももちろんあるんですけど、やはり主将としてのその役割というのは、チームをやっぱ優勝に導くことだと思っているので、しっかりその箱根駅伝優勝することができるその環境をしっかり僕が積極的に作っていくっていうことが大事だと思っているので、もし選手として自分が結果を出すことと同じぐらいチームを勝たせるっていうことをこう一番に考えて、今年は悔いなく頑張っていきたいと思います。健さん西暦次